塔の竹は、丹沢山地の南部にある標高百4 9 1メートルの山。神奈川県秦野市、愛工郡清川村、足柄上郡三北町の境目に位置する。関東山地を構成する丹沢山地の一角をなし、丹沢大仙国定公園に属す。山頂周辺は、鹿の食害が問題となっている。塔が、竹、塔の峰、五塔。 ミコトフツさんなど多くの古称を持つ。江戸時代末期から明治、大正、昭和期には近隣農村の人々が雨小屋懐中よけを祈願する信仰登山でにぎわった。また祭礼日の露天賭博にも近隣から多くの人が集まった。かつて山頂を約70メートルほど下った北斜面に別称のミコトフツさんの由来となった高さ25尺ほどの巨岩。 ミコトホトケイワがあって、肌の盆地や三北町幻想の人々の信仰を集めていた。また、江戸時代は山頂に一尺五寸ほどの石塔があって、そこで、日向山霊山寺や登山口、大倉の山伏たちが、斎藤ごま修行を行っていた。塔の竹の山名はその塔に由来する。なお、山頂に立つ山小や、ミコト仏山荘の名は、ミコトホトケイワに由来している。 ミコトホトケイワは関東大震災の余震である丹沢地震で大金谷へ転落し現存しない。丹沢の山々の中でも展望の良さで知られ、天気が良ければ富士山や南アルプスといった山岳、房総半島や三浦半島、伊豆半島、海に浮かぶ遠方の島々まで360度の雄大な眺望を期待することができる。 また首都圏に近く交通の便が良いため登山者に人気がある。北に丹沢山、東には新大日、南西には鍋割山などの山が位置する。登山者の増加により、大倉尾根の新宿ら地下が問題となっており、植生復元の試みがなされているが、悪化する一方である。登山道は、大倉より、大倉尾根、矢別峠より、表尾根の2本が、 一般的なルートである。この他に、二股より、困るほどを、札係より、長尾根、円水橋より、天王寺尾根、丹沢山経由、あるいは鍋割山経由、戸沢出案より、正次郎尾根か、天神尾根、諸作新道、有心より、御事仏の土平を経て登る道などがある。唐の竹山町より、勇神に向かう尾根を、 高度100メートル余り下ったところに、不動の清水がある。丹沢の尾根筋では、数少ない水場の一つ。この他にかつては山頂に、日野出産層が存在したが、80年代に閉鎖。再開されぬまま廃墟となり2013年3月に、完全に撤去された。富士山南アルプス日野木道丸大室山奥、秩父ビルが竹不動の峰丹沢山物価山京画竹。 関東平野大戦三部山大戦記のまた、第二次の塔相模湾、丹沢新脈表尾根なべ割り3両。ありがとうございます。